呪言スピーカーも手に入れたからさ、これから呪言使っていく上で注意した方がいいことあったら教えてほしいんだ。通訳よろしく、アーニャタン。おい、シャケ、タカナ、昆布、スジコ、明太子。まずはうめえに気をつけろ。気を抜くとつい言ってしまう言葉だから。前にファミレスで飯食ってる時に思わずうめえって叫んだら店内にいた妊婦がその場で産んだことある。うわ、マジかよ。それは聞いといてよかったわ。他に何かあるかな。昆布、ツナマヨ、タカナ、スジコ、シャケ。意外に厄介なのがおにぎりかな。探してたおにぎりがコンビニになって思わずおにぎりと叫んだら店員がゾロの技やりだして困った。おにぎりになんのかよ。明太子、昆布、ツナマヨ、鮭、スジコ。でもとにかく注意しないといけないのが死ね、殺す、死んでが潜む言葉かな。例えば殺す気は殺すがあるからアウト。東方シネマズは死ねがあるからアウト。オレンジレンジの維新伝心も死んでがあるからアウト。体験談を話すとディズニーランド行った時に思わずシンデレラ城って叫んだ。ダークナイの生き物が全滅したことある。シンデレラもアウトかよ。鮭、昆布、タカナ、明太子、ツナマヨ。それとかなりニックなのが神崎葵もザキあるからアウト。ザラキケンパチもザラキあるからアウト。ドラクエの呪文もアウトかよ。特に呪文は使えそうにないよ。背脂まみれのラーメンだけど、ここにマヨかけてバターも足すわ。この真実だけでも胃がもたれていく。